奈美さん、深夜はとっても寒くございます即家族の久保です今回ダイザルスウォレットが、まあ、ハードディスクの容量不足で真っ赤な画面になっちゃってるのこれびっくりしますよね私も最初はびっくりしたんですけども徐々に慣れてきまして最近はねこれがあったらやることが決まってるんですよ、まあ、それはゴミ箱を空にすることと、まあ、動画をね作成することが多い,いんでこれがハードディスクを圧迫してますから、まあ、動画のキャッシュを消していくことかなと思います うん、あのダウンロードっていうね、えー、ショートカットに行ってそこのダウンロードデータをね消すことも大事ですよね、まあ、よく私は動画をダウンロードしているんでそのキャッシュが残っちゃうんですよねまあそのぐらいそうですねゴミ箱を空にするぐらいで大体は収まるんですけどもさもなければ貼り付けまくったそのデスクトップからですね重そうな動画のデータをどんどん消していくことによってこれを解消してるかなってことです、まあ、あのハードディスク容量の大きいパソコンではあったんですけどもでもやっぱりね ダイドルスもかなり余力食いますんで、うん、うんまあ、こういうことは避けられないかなと思います。今回も、ナミさん、ありがとうございます。お疲れ様でした。びっくりしましたよね。